おはようございます。タチアニです。日曜日の朝です。富士見パノラマに相変わらずおりますが、八ヶ岳はね見えません。まあ今日はね、雨連覚悟だったので、今週はしっかりと雨連をして、昨日ね、リンク周りのグリスアップも終わったので、今日は気持ちよく走れるんじゃないかなと思います。また朝の6時の立ち会いですけど、用意をしたいと思います。やっとネックブレースなんですけどね、このね、こうカチッて止まるじゃないですか。カチッて止まる、そのカチッてするこの赤いボタン、この赤いボタンがねカバカバになっちゃって、ほんとに走ってね、こう開いてくるんですよ。おおっつって走ってて、何度か直しながら走って、なんでだろうと思ってね。で今開けてみたんですけど、見えますかね、バネないんですよね。似たような寸法のスプリングを買ってきたんで、これ入れてみようと思います。まあ復活してほしいんですけど、またリアとも買うのかって感じになっちゃってますけどね、今から修理してみようと思います。工具のスペースをね、もうちょっとちゃんとしたいんですよね。全然使わんやつもあるしね、何でもぶら下げときゃいいってもんでもないんで。今日の1本目ブラックイレブンサグをやり直しましたよ。
せえな。今ね1本行ってきたんですよ。このなんだっけ、スタッフバイクかなのチェーン、まあチェーンスラップガードって書いてあったかな。こうめちゃめちゃ静かになるね。すっごいね、僕のバイクどっちかっていうと静かな方だと思ってたんですけど、全然音しなくなったよ。すごいすごい。これはエンデューロ用も試してみたい感じですね。ダウンヒル、これダウンヒル用なんでね、ここの輪っかがちっちゃくて、こうエンデューロ用はこの辺までギョーンって伸びてるんですけど、もう良さそうですね。でもこれほんとチェーンがね、チェーンステー叩かなくなるんで、すげえいいと思いますよ。朝一はね、何も見えんかったのに、めちゃめちゃいい天気になってきたよ。これは路面は大変なんですけどね。でもまあ、ね、土砂降りの中よりはちょっと気持ちよく練習できるかな。ウェット路面、晴れた日練って感じかな。はい。でもまあ、やっぱりね、晴れてると気持ちいいっすよね。というわけで、3本目登ってまーす。ブラックイレブン先頭。いけるかな。3本目でハグは正解だったみたい。だいぶ落ち着いたよね。バタバタしてないよね。行きまーす。待ったらごめんね。さあブラックの12。ぶち倒れ出した。やっとぶち倒れ出した。イエーイ。距離遅かったですね、すいません。僕がペダル変えなければ。
ケースが合わない。リンリングにしたよ。さあどうなる。ブラックイレブン。なるほどね、確かに一体感は違うかな。あーなるほどな。振り回しやすいかもね、確かに。なるほどね、一生懸命足を固定しようとしてたんだね。はい、じゃあ参ります。ちょっとまだでも横ポジではないかな。じゃあブルーの10番。10番から迂回。はい、タチアニです。雨止んでくれていい感じだったんですけど、まあ最後の最後またしっかり降ってきちゃってね、八ヶ岳が見えなくなってる感じです。ついにあのフラペがね、フラペのリハビリを終了するということで、みっちゃんから宣言が出ました。まあみっちゃんがね、動画を確認してくれたんですけど、まあうまく走れない理由は、まあフラットペダルでね、タチアニがこう足をさばくことができてない、バイクをさばくことができてないっていうのが原因だろうということで、まあ最後の1本ね、去年の9月以来にビンディングで走ったんですけど、もう来週からビンディングで乗るつもりなので、ちょっと楽しみな感じです。いい感じになってるかなと思ってます。はい、というわけで今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご視聴がタチアニの YouTube チャンネルの評価ね、上げてくれてるそうです。大変ありがとうございます。それからね、こちらにね、チャンネル登録ボタンが出てると思いますので、ぜひチャンネル登録をして続きのビデオも見逃しなく。そしてこれが今までの動画です。高評価ボタンなんかも押しといていただけると喜びます。はい、今日も最後まで見ていただきありがとうございました。またお目にかかりましょう。タチアニでした。失礼します。